久保さん、当たり前のことがなかなかみんなできないですよね。いや、今日いよいよ納車ですね。ちょっと、実物見るの初めてなんですよね、買っときながら。<laughs> 買っときながら実物見るの初めてっていうね。あの、カーセンサーでしか見てなかったんで。<laughs> まあ、動画とかは見た、動画とかはね、なんかいろいろ見ましたけど。 まあでも僕ね、特別なことやってないですよね。なんかちゃんとなんか、まあ、普通にまあ、ね、勉強したしやったしっていう、まあ、学校の勉強はしなかったけど、ネットの勉強はしたし、やったしっていう、それだけなんですよね。別になんか、すげえこと、まあ、久保さんもなんか、すげえスキルがあったというか、才能があったというか、まあ多分勉強して、ちゃんと普通にやっただけじゃないですか。 だからね、ほんとね、当たり前のことやればね、その、大抵のことは、大抵のものは手に入るんじゃないかなと思います。うん。その、<laughs> 月収100万稼ぎたいんだったら、月収,万月収100万稼ぐために、えー、まあ、やるべきことですよね。覚えるべきことだったりとか。まあそれをこなせば、100万いきますよ。うん。だからね、みんなやっぱね、 ややるるべべききここととととっててなないいかか覚覚ええね昔その久保さんが FX 勝てない人がほとんど用語覚えてないみたい知らねえみたいなねなんか言ってましたけど本当になんかねやってないんですよね本当とに <laughs> だから当たり前のことで成功できますよ、うん、成功っていうとも当たり前のことで小さな成功ですかねうん小さい成功、うん、月収100万ってまあ成功者から見るとたかが知れてると思うんで小さい成功でいいんじゃないですかね